突然ですが、皆さんはモニターライトって使ってますか？モニターライトはその名の通り、デスクの縁に引っ掛けて使用するデスクライトであり、取り付けるのもめちゃめちゃ簡単であり、かつデスクの上にライトを取り付けるスペースを用意してあげる必要もないので、モニターさえあれば今すぐに導入することもできます。というわけで今回は企業さんからこちらのモニターライトを送っていただいたので、実際に使用していきたいと思います。というわけで今回紹介するのはこちら、スワン電機エグザームゼータ。早速開封。これが本体です。めちゃめちゃ厳重に梱包されています。すっごい綺麗。ライト部分はアルミでできており、右側にはエグザームゼータの文字。本体上部には黒い部分があり、ここがライトのオンオフ等を行うタッチパネルになっています。そしてクリップ部分はプラスチックでかなり開きます。ちなみに接続は同梱されているタイプ C ケーブルを接続します。本体の後ろ側についているタイプ C 端子にケーブルをぶっ刺せば OK です。では早速モニターに取り付けてみましょう。まずはモニターライト側のクリップを開いてモニターの縁を上から挟み込みます。こちらのモニターは実はめちゃめちゃ分厚いため、よくあるモニターライトだと取り付けられないということがありがちなのですが、エグザームゼータはすんなり取り付けることができました。そしたらあとはケーブルを接続するだけです。今回はこちらのモニターに搭載されている USB ポートから給電することにします。完成。無事にライトが点灯するようになりました。かっこいい。無事に設置をすることができたので、早速使用してみましょう。本体の操作は本体上部の黒い部分で行います。まずは電源のオンオフ。これは電源マークが書かれているあたりに手をかざすとライトをオンオフすることができます。そう、かざすだけ。通常のモニターライトの場合には基本的にタッチパネルに触れることで電源のオンオフをすることになりますが、こちらのエグザームゼータは触る必要がありません。なんとなく手をかざすだけで OK。 なので人差し指でタッチパネルにかざしてもいいし、綺麗なトイレの自動水洗のごとく手のひらをかざしても OK です。これが結構快適。ライトをつける時間や手間としては、直接触るのと触らないのとではほとんど変わらないと言ってもいいはずなんですが、なぜか手をかざすだけというのはかなり気軽にライトをつけたり消したりすることができるような気がします。接触型よりも非接触型の方がテクノロジーを感じてテンションが上がるからなのかもしれません。こちらのエグザームゼータはライトの明るさや色温度も細かく設定することができます。まずは明るさ。明るさは本体タッチパネルの一番右部分をタッチすることで変更することができます。電源のオンオフに関しては手をかざすだけで良かったのですが、その他の部分に関しては直接タッチする必要があります。確かに他の操作もかざすだけでできるようになってしまったら、ライトをつけたいだけなのに同時に明るさなども変わってしまい大混乱になってしまうので、当然ではありますね。明るさについてはタッチをするごとに 100%、60%、100%、30% というように変更することができます。続いては色温度。こちらはタッチパネルの真ん中よりも左部分をタッチすることで変更できます。タッチをするごとに徐々に暖色になっていき、完全にオレンジ色の光になったら徐々に寒色になっていくという感じに変化していきます。僕自身はそこまで使用することはないんですが、頻繁に色温度を変更したいという方にとってはちょっと面倒な操作かもしれません。こちらのエグザームゼータの左右には7色に光るインジケーター部分があります。光り方はかなり控えめで、個人的には結構好きです。ちなみに本体ライトをオンにしてもオフにしても変わりなく光り続けてくれます。もちろんこんな LED が常についてたら集中できるもんもできねえだろという方は消灯することもできます。タッチパネルの一番右部分を長押しすることでオンオフを変更することができます。というわけでここからは僕が実際に使用してみた感想をお話ししていきます。まずはこちらのライトを大変気に入りました。光自体もかなりパキッとしており、ライトとしての性能は申し分ありません。非常に明るく綺麗に手元を照らしてくれます。そんなモニターライトエグザームゼータなんですが、僕が何よりも気に入ったポイントは色、この真っ白なボディです。モニターライト自体はこれまでにも様々なメーカーから販売されてきましたし、僕もこれまで他の
モニターライトを使用していましたが、そのラインナップの中にここまで真っ白なものは存在していなかったと言っても過言ではありません。基本的にはブラックかデザイン性に優れているものであればブラックかシルバーという感じだったと思います。しかし白デスクの中でブラックやシルバーのモニターライトを使用するとなるとどうしても浮いてしまうんですよね。僕の場合はモニターも白いものを使用していたので、シルバーのモニターライトを取り付けると決してダメではないんだけど、ちょっと違うなということが常に発生していました。しかしこちらのエグザームゼータ真っ白、デスクともモニターともモニターアームとも同じ色です。そのため取り付けた際の一体感が格別。白デスクを構築しているという方には待望のモニターライトなのではないでしょうか。というわけで今回はスワン電機エグザームゼータを提供していただいたので実際に使用してみました。ビジュアルがドストライクでありながらもライトとして申し分ない性能と、触らなくとも電気をつけられる操作性も兼ね備えており、提供品ですがめちゃめちゃおすすめしたい製品となっていました。ちなみにこちらのモニターライト、なんと国産です。なので昨今続いているとんでも円安の中でもある程度価格は安定しているでしょうし、日本の経済そのものを回して円安からの脱却を図ることができるかもしれません。モニターライトをちょっと気になったんだよなという方はぜひこちらのエグザームゼータチェックしてみてください。今度が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもツイッターとやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。